こんにちは、まーです、グラサマやっていきたいと思います。今日はですね、前回、ワンパンマンコラボについて雑談したと思うんですけども、早速こちらのコラボユニット登場ということで、埼玉さんと竜巻さん、ぜひ弾いていきたいなと思います。確率はいかがなものでしょうか。あれ、あ、結構いろいろ出るんだね。ワンチャンソニアも嬉しいかな。 4%、 通常は 0.2 で、他が 1.9。 まあまあ、これその他もろもろいるからね。はい、ということで早速弾いていきたいと思います。よし、はい、何もなし、演出は何もなし。まあ、最近演出わかんないけど、え、あー、そっか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 、びっくりした。ガチャのあれ変わったんだもんね。しかも結構なんかとろくなったな。ね、1個しかないんだけど。あー、もう絶対かぶりだこれ。え、ちょっと待って。まさかのエストすげえ。え、ちょっと待って。あー、ラック5か。え、エストもいたっけ、入ってた。エースと、あ、いるね。なんで 1.9 が出るねん。とりあえず、まあ、深追いするかわかんないけど、あ、間違った。とりあえずね、まあ、自動で交換できるみたいなんですけど、一応心配なんで交換しておきましょう。これだね。で、まさかのエストちゃん来ちゃったから、これ虹玉もらえんじゃないか。多分ごとつしてた気がする。してるね。あれ、オッケー、はい、はい、ありがとうございます。いいね。はい、ということで、まさかのエストちゃんが来ました。まあ、虹玉もらえたし嬉しいかなとそんな感じです。はい、では、よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。